皆さんこんにちは。音楽ユニットザ・プーのテルミン奏者、街角まちこです。テルミンの調べいかがでしたか？よかったですか？よかったですよね。私が演奏しているここは神奈川県立音楽堂、公立施設としては日本で初めての音楽専用ホールなんです。モダニズム建築の傑作とも呼ばれているんですよ。戦後間もない1954年に建てられたこちらのホール、今年で66歳なんです。これまでいろいろな音楽家のさまざまな演奏を聴いてきたんでしょうね。趣が感じられますね。そんなとっても素敵な音楽堂、館内には何やら歴史的に価値のある技術や面白いところがたくさんあるそうなんですけれども、一体今日はどこから見ていきましょうかね。こんな素敵なパンフレットがあるんですね。神奈川県立音楽堂に潜入せよ。今日はこちらのパンフレットを持って潜入したいと思います。ここが入り口ですね。黄色いですね。そして真っ赤で緑、斬新ですね。さすがル・コルビジェの一番弟子と言われた前川邦夫先生です。早速ホールに入ってみましょう。うわー、広いですね。立派ですね。こんな立派なホールが戦後間もない日本に建てられたなんて驚きですよね。食べ物も住むところもない時に音楽ホールを建てるというのは賛否両論あったそうなんですけれども、こんな時代だからこそ音楽で集う場所が必要だという、そういう情熱で完成したホールなんですね。この椅子かわいいですね。ちょっと座ってみましょう。小さい、もとい、ジャストフィットです。1954年当時の日本人の平均身長は男性でもだいたい162センチぐらいだったそうです。私と一緒ですね。162センチ、非常にちょうどいいです。ということはちょっと幅の広い男性だと抜けなくなるかもしれないですね。とってもレトロな可愛い椅子です。こちらの壁すべて木でできているんだそうです。よく響きますね。さぞかし高級な木材でできているんでしょうね。こちらのホール、なんとすべてお安いベニヤでできているんだそうです。素晴らしい。当時の予算の中でこんな素敵なものを作ったんですね。いやー、デザインの力ですね。さすが前川邦夫先生です。ベニヤですね。皆様、天井をご覧ください。こちらが当ホール自慢の並々天井でございます。こちらもなんとベニヤでできております。この滑らかな曲線の加工、素晴らしい技術ですね。ここでテルミンを弾いたらさぞかしいい音が響くんでしょうね。薄暗いところは何でしょうね。何かのアジトなんでしょうか。あ、楽器庫ですよ。ちょっと入ってみましょう。わー、すごい。チェンバロですよ。チェンバロにピアノが3台も、それからハープ。あー、著名な音楽家だけが触ることを許された貴重な、何ですか？皆さん、こ
この楽器誰でも借りられるんですって。すごいですね、音楽堂太っ腹。ここは何でしょう。第2B 楽屋、入ってみましょう。はい、返事がないですね。入ってみましょう。これが楽屋ですか。化粧前があってね。こんなところに突然柱があります。危ないですね。何ですかこの真ん中に柱ってね。クラブクワトロかと思いましたよ私ね。これが音楽堂の楽屋です。皆さん、この手すりなんて滑らかで美しいんでしょう。指の腹に沿うようなこの凹凸、いつまでも続いてほしいこの手すり、皆さんもぜひ触りにいらしてください。皆さん、何気なく歩いている床、よく見てみてください。このアーモンドクッキーのような石、素敵でしょう。これは大理石と御影石を砕いてモルタルで混ぜたものなんです。しかも職人さんが一つ一つここで作って、ここで磨いて仕上げているんです。寺蔵仕上げって言うんだそうですよ。こちらが3階のバルコニーです。見てください、この四角を組み合わせた壁、通気性がいいでしょう、ね、この阿弥陀くじのような壁、ホローブリックって言うんですって。目の前にある図書館、全面的にホローブリックです。おしゃれですね。神奈川県立音楽堂探検、いかがでしたか。ちょっと普通の音楽ホールにはない演出や不思議なところがたくさんありましたよね。今日私が回ったところは、こちらで定期的に開催されている建築見学ツアーに参加していただくと、皆さんにもじっくりご覧いただけます。ぜひ音楽堂を見て触って体験してみてください。そして皆様にお知らせがございます。来る2021年1月6日にこちらのホールで音楽堂オープンシアターというとっても楽しいイベントが開催されます。今日ご紹介した場所をそのままツアーできる建築見学ツアーや、今話題の金属楽器ハンドパンの演奏、そして我々ザ・プーのライブが行われます。神奈川県立音楽堂をぜひ皆さん体験しにいらしてください。以上、音楽堂からザ・プーの街角まちこでした。皆さん、ラズビダーニャー。